11月16日の回ご購入いただきまして、はい、誠にありがとうございます。16日は私永井慎之介をメインで進行するんですが、林あゆみさんも、サポートで入ってくださる予定です。当日は、生演奏もお届けするので、ぜひお楽しみにしていてください。そして、生演奏以外にもちょっととある企画というか何かする予定でおります。そちらもご期待いただければ幸いです。そしてせっかくサローネなので、やはりメールをね、はい、募りたいなと思っておりまして、今演奏したのは村祭り、はい、なんですが、やっぱり日本の名曲をいろいろと最近演奏したいなとね、2人も話してるんですね、はい、あとオッターバライブの YouTube チャンネルで、コンサートアットホームの時ですねの時も、おぼろ月をやって大変ご好評いただきましたので、やっぱりいろんな曲をこれから弾いていきたいなと思ってるんですが、皆さんはどういう曲をね聴きたいのか、ぜひちょっとこうこの機会に教えていただいて、今後の、曲選びのちょっと参考にさせていただきたいと思っております。日本の童謡とか小歌、でこう皆様のお好きなものだったりとか、あとはこの思い出、この曲を聴くとこんなことを思い出すよとか、何かエピソードをねいただけると嬉しいなと話しておりました、うん、話しておりました、はい、ぜひ、皆様のお聴きになりたい曲、思い出に残っている曲、いろいろともしあればエピソードとともに、sn@ottawa.jp まで、お送りください。お待ちしております。そんな感じですね。林さんから何かおっしゃりたいことは、はい、もう皆さんご購入済みでしょうか。はい、オッタバサローネは放送の1週間前から、はい、当日まで買えるようになりました。当日以降も買えるんですか。当日以降ももちろんご購入いただけます。はい、でもちろんあの動画で、ライブ配信ももちろん動画なんですが、オンデマンドでも動画でご覧いただけます。当日ご覧になれないという方も後日でも大丈夫です。うん、ぜひ皆様、この機会にオッタバサローネ、ご購入いただいて、動画でお楽しみいただけたら幸いです。幸いです、はい、では当日またもしくは後日、お会いできることを楽しみにしております。本日は、フルーティストの林あゆみとそしてピアニストの永井慎之介がお送りいたしました。明日のサローネ以上です。お楽しみに。